皆さんこんにちは、鉄ちゃおチャンネルへようこそ。スティーブ青島です。今日はこちらです、キハ25 JR 東海のキハ25の、上り坂対策をやっていきたいと思います。この間ツイッターでね、視聴者さんから教えてもらって、キハ25の、坂を登る対策の動画を YouTube に上げてる人がいますよっていうね、コメントいただいて、で早速ね、僕も検索して、それ見てみましたとね、非常に簡単な方法で、対策をしてみえましたので、僕も早速真似をしてみたいと思います。ということで、その動画の URL はまあ下に貼っておきますので、もしよろしければそちらも見てみてください。で、今回必要なのは、ちょっともう破いちゃったんだけど、カトのギアのついた、車輪、ゴム付きの、なんていうんだろう、タイヤ付きギア車輪というのかな、こういうのを買ってきました。で、そのね、参考にした動画とちょっと同じものが見つからなかったので、これで作業を進めてみたいと思います。さて、坂を登ることができるのでしょうか。それではどうぞご覧ください。はい、それでは早速作業に取り掛かりたいと思います。キハ25の動力車ですが、このようにこちら側にだけ、シャフトでしたっけ、がつながっていて、動力の台車です。じゃあ、まあ動力台車もないわ。しかもこれに、ゴムがついていないので、まあ、ちょっと急な坂だとスリップして登らなくなってしまう。で、これを、このゴム付きの車輪、こちらに、変えたいと思います。では始めます。はい、それではこのギアを外していきます。外し方合ってるかどうかわかんない、ちょっと強引に外します。はい、ギアが外れました。まあ、この車輪のね、こっちの、モーターシャフト側、これをこのゴム付きタイヤに変えたいと思います。はい、こちらに変えたいと思います。参考にした動画では、これをね、両側ゴム付きタイヤに、交換をしてみえましたけれども、まあ、僕はこの片側このまま、これを取り替えるだけにしたいと思います。交換できました。これをまた、ギアボックスを元に戻して組み上げていきたいと思います。はい、ご覧のように、まあ、一つだけですけどね、ゴム付きタイヤに交換をいたしました。それでは今からちょっと走らせてみたいと思います。はい、無事坂登ることができました。いや、よかった。すごくね、まあ、簡単な作業ですね。ゴム付きの車輪に変えるだけで、それも1個変えるだけで、僕のねレイアウトだと多分 6% ぐらいの坂だと思うんですけれども、 6% でもうちょっときつくいかもしれませんけど、2両でしたら登れるようになりました。なのでね、加藤の 4% の言ってる勾配の 4% だと、なしでも全然これで登れると思うんですけども、自宅で自作しているレイアウトの方で、もしキハ25が登らない場合は、坂を登らない場合は、ぜひこれ試してみてください。はい、ということで以上、今日はキハ25の勾配対策の動画でした。参考になりましたでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は横のチャンネル登録ボタンから、スマホ、タブレットの方は下の概要欄からチャンネル登録をお願いいたします。あと、ツイッターのフォローもお願いいたします。